手を返した時に左に行っちゃうよという人はこの現象が起きておりますと。ゴルフが上手くなる人と上手くならない人の決定的な違いである、ね、振り抜きについて徹底的に解説して習得していってもらいたいと思います。90ギリゴルフレッスン TV、 今日も元気にお送りしております。ブンブン鈴木です。このチャンネルはですね、あなたがこうやりたいけどできないこと、どうしても上手くならないよという人がですね、どんどん上手くなっていってもらうための、ね、問題を解決していくチャンネルです。で、今回の動画は振り抜きですねについての動画なんですけれども、多くの人がこうクラブの下ろし方を変えたいとか球筋を変えたいとか、まあ、いろいろスイングを変えたいところがあったりすると思うんですけれども、結局変わらないという大きな原因がですね、うまく振り抜けないからなんですね。で、慣れ親しんだ今までの振り方だったらうまく振り抜けるんだけど、新しい振り方をしたりちょっとスイングを変えてしまうと急になんか詰まってしまってうまく振り抜けなくてダフっちゃう、トップしちゃうとかスライスしちゃうので、なのでスイングが変えられないということが非常によくあります。なので振り抜き方がうまくできるようになると、ね、本当にクラススイングを変えることも優しくなるし、ここが詰まらなければフェース面を戻すのは簡単なんですね。フェース面をうまく戻そうとすると今度ここで詰まっちゃうから、結局なんとか、ね、詰まらないように、ね、振り抜こうとしておかしな動きになっちゃうということがよく起こっておりますので、この振り抜きというところをですね、徹底的に解説していきたいと思います。まずステップ1ではですね、肩の振り抜き方ですね。肩の動き、肩はどういうふうに動けばいいのかというところを解説します。まあ、肩が一番メインです。まあ、腰のリードとかってありますけれども、まあ、肩がうまく使えて振り抜けないと始まらないので、まあ、肩が非常に重要になります。で、ここの使い方で誰も説明してくれてないので、ここね、今日はしっかり説明していきます。ステップ2では、頭の位置、頭の使い方ですね。これ頭の位置も振り抜きには非常に重要なので、頭の位置についても少し解説をしていきます。そしてステップ3では、手の動かし方ですね。手がどういうふうになればいいのかというふうなところを解説していきます。で、これ手と肩の関係性があるので、ね、そこも分かりやすく解説していく動画になっております。そしてその後で動画の最後にはですね、これを習得するためのドリルとアイアンとドライバーの打ち方の違いとかね、これをスイングに応用していくためのポイントを紹介していくという流れになっております。それでは行きたいと思います。まずステップ1から行きたいと思います。まず振り抜きの時の肩の動きについてですね、肩の動きについてやっていきます。ここから、まあ、トップまで行って振り抜いたところ、ここで止まりますと。で、これ家でもできます、クラブなしでもできますので、ここで振り抜いたところで止まりますと。ここはい、ここでどういう動きができなきゃいけないかということを解説していきます。ここでですね、左肩が後ろに下がるという動きが必要になってきます。で、左肩が後ろに下がって右の肩は若干こう前前後に出て、右肩前出るんですけど、前出る動きはまあ楽なので、ここで左肩が後ろに下がるという動きが重要になります。これ左肩が下がるという動きがなく振り抜こうとするとどうなるかというと、こうなります、詰まりますね。ここで窮屈になる、そう、ここで止まっちゃうんですよね。で、まあ、なんとか振り抜こうとしてこう腰が逃げたりとか、まあ、いろんな動きになってこういうふうに伸び上がってしまったりすると。で、この左肩が後ろに引けないといけないよと。ここでね、左肩が後ろに引くという動作が必要になります。じゃあこれを習得する方法をね、紹介していきます。まず両手をこう前に出しますと。で、この状態で手がまあぴったり合ってますと、ね、ぴったり合ってますと。この状態から左肩だけを後ろに引いていきます。後ろに引いて手1個分ぐらい、ね、右手の分だけ後ろに引けるようにしたい。この時右肘も左肘も曲がってない状態です。この状態で後ろに引いていけるか、左の肩甲骨を後ろに引いていけるかということですね。これ結構難しいんですね。じゃあこれできるようにするにはどうしたらいいかというと、まずストレッチを紹介していきます。まず両手を前に出して、ね、ちょっと顔の前ぐらい、ね、まで行って肩甲骨を後ろにグッと引きます。両手ともグッと引きます。腕を短くする感じで、このまま腕を上に上げていきます。肩壊さないように無理しないでいきましょうね。はいはい、リラックス。はい、もう一回斜め45度。はい、肩甲骨下げる。で、頭は前に下げたまま腕をできる範囲で上げていきます。はい、リラックス。はい、3回目。はい、リラックス。はい、これをやるとですね、
これでもう一回これやってみましょう。そうするとだいぶさっきよりスムーズに下がるんじゃないかなと思います。どうですか、できそうですか。家でもできると思うんでやってみてください。これで大きく下がるようになります。この動きが重要になります。ここで左肩が下がるというのが重要になります。で、これこんなの本番でできるのかと思っちゃうと思うんですけども、これできる方法がありますからね、大丈夫ですので。まずここから両手が体の前にあります。ちょっとフォローの方に体が回転しましたという状態ね。この位置で止まります。ここで左を後ろに引く練習をします。左肩だけを後ろに引く。右は自然に前に出るので、右を出そうとしないように左側だけを後ろに引いていきます。この動作をここでやります。左側後ろに下がっていくように。で、この時に上に上がらないように、できるだけ真後ろ、もしくはちょっと左肩が下がるようなイメージで後ろへ下げていきます。この位置を作ります。スイングした時、ここの位置で一回止まります。打ち終わったところでね、止まってから左肩を少し引くようなイメージで、右肩もついつい前出すぎちゃうので、両肩引くようなイメージでもいいです。両方の肩甲骨を引くようなイメージ、特に左の肩甲骨を引いておく。肩甲骨ってここにある骨ですね。これをこう後ろに引く感じ、さっきのこの運動の感じで後ろに引いてください。このフィニッシュの位置を作ります。 OK ですか、ここ。そしたらこの位置を決めて鏡で確認して、でこう左肩が突っ張ってない、下がってる、肩甲骨肩が下がってる、ちょっと後ろに引けてるという状態、この位置を作ります。そしたらこの位置を覚えておいて、ここからバックスイングして、ここに向かって振り抜く。で、また位置をチェックする、ね。両方ともちょっと肩甲骨引いてるイメージでいいですからね。それでも自然に右が出ますから、前ね。の位置をチェック。そしたら、これで打てる人はこのまま打ってみます。今の位置をもイメージしながら打っていきます。これで振り抜きが作れてきますからね。フィニッシュの位置。左肩を引く。で、そこに向かって振っていく。フィニッシュの位置を作っておいて、ポジション確認して、そこに向かって振っていく、ね、この時の肩の位置、ポジションを確認して、で、そこに向かって振っていく。ではステップ2の頭の位置についてやっていきます。振り抜いた時ですね。振り抜いた時、まず肩の位置が決まりましたと、ちょっと下げる感じ、左を特にメインでちょっと後ろに下げて気持ちよく振り抜けるようにします、ね、で、この位置で止まりますと、ね、この位置で止まる、はい、そうした時に頭の位置が重要になります。頭の位置はこの頭で、右膝で、右の母子球ですね、つま先のラインに頭が乗っかってる感じになります。体重がね、で、膝が外にあると体重乗れないんで、膝が中に入りすぎたり曲がりすぎると体が右側に倒れちゃうので、膝の上に頭、その膝を支えているのが足首という感じです。こんな感じになりますね。で、ポイントは頭がとにかく左に行かないように、右膝の上に乗ってるよって感じ、右のつま先の上に乗ってるよという感じにフィニッシュをします。この位置をイメージして、でもう一回打っていきます。これを覚えるドリルとしてはすごく簡単なドリルがあって、右足のちょっとこれ見えるかな、アドレスして右のかかとをこうちょっと上げます。かかと浮かせる、で、このかかとを浮かせたまま打つ練習を何回かします。そうすると右足のつま先でしっかり押さえて、そこの上に頭が乗るという感覚がつかめますから、かかとを上げたまま5球ぐらい打ってください。かかとを上げたままフィニッシュの頭の位置を意識しながら打つ。かかとを上げてフィニッシュの位置をチェックで打つ。これでだいぶ振り抜きやすくなってきます。このフィニッシュの位置をチェックしていきます。さあ、ステップ3で手の動きについて解説をしていきたいと思います。で、この振り抜いた位置ですね、振り抜いた位置で左肩が下がってフィニッシュにやってきます。
でここでは左手が後ろに下がって、結果的に右手が前に出るので、右手が左手をこう追い越した状態のフィニッシュになります、ね、これが左手が伸びたまま左肩が引けないでフィニッシュフォローに行くと、左手がで右手が追い越さないままになってしまうので、左肩が後ろになって右手は結果的に前に出るんですけど、出そうとしないようにすると、こうするとこんな感じで左手がのグローブが下から見えるという状態になります。でこの状態で左の手首は甲側に若干折れます。甲側に若干折りて、この脈は正面から見えている位置、脈を取る場所は正面から見えている位置に来ますね。 OK ですか。で右手は手のひらが自分の方を向いていて、手のひら側にちょっと こっち側に少し折れているという状態でフィニッシュになります。振り抜きになります。 OK ですか。こういう振り抜きになるとね、いう感じになります。ここからちょっとね、肩と手の振り抜きに関して、手に関しての動画はですね、右手の振り抜き方、左手の振り抜き方っていうのはここ1ヶ月で2本ほど出しておりますので、細かい手の動きはそちらでの動画で見てください。この肩と手の関係性についてね、解説をしていきたいなと思います。で振り抜いていくときに、左肩がうまく引かないで振り抜いていく感じ、左肩があんまり引けないで振り抜いていこうとする。そうすると、ね、手というのは手が返るときにフェース面がこう下に向く動作が強くなってきます、ね、なので左肩が引けないでもうまく振り抜こうと思ったら、左手の甲を下に向けて右手の手のひらを下に向けるようなイメージにしていくと楽に振り抜けますよということですね。これだと肩が引けなくても振り抜けちゃうんです。でこれでも、いいと言えばいいんですけれども、これの問題点は、とにかく左にこうどうしても曲がりやすいと、手を返した時に左に行っちゃうよという人はこの現象が起きておりますということですね。なので手を返して、手が返っても左に行かないスイングになってくるとすごく安定しますので、それを目指すためにどうすればいいかというと、これが左肩がぐっと後ろに引けると、左肩がこう引けてこの状態、体の向きは変わらないですからね、この状態からこの左のこの動作で左の肩だけが後ろに行けるようになると、手が返ってるんだけどフェース面がほらこうやって下にあんまり向かないようになります。下に向きすぎず手が返るという状態ができます。これが肩がそのまんまになってて手だけで返していくと振り抜けるんだけど、こうフェース面が下に向きすぎてしまうという問題が出てきますので、より安定させたくて綺麗でフォローを取りたいよという人とか、どうしてもね手を返すと左に行きやすいので、ちょっとでもいいですからこの動きを覚えてだけだいぶ変わりますからね、左を後ろに引いていくフィニッシュで、もうより安定させたいとかっていう人は、これをもっとより大きく左肩を引けるようなフォローを覚えていくと、手はものすごくこう変えるのにフェース面があんまり下向かないということができるので、すごく安定しますよということですね。それを覚えたい人はフォローで左肩をグッと引く位置、この位置でクラブを持つようにして、でこの位置に向かって振り抜くイメージを持って打つ。あんまりやりすぎると球がね、こう右に曲がりすぎますから、ほどほどにしてください。で、球が右に行きすぎちゃうよという人は、左肩は引くのはほどほどにしといて、少し手の方を、この手のひらを向きを変えるという方を意識してもらうと、今こう球が左に曲がりましたけど、フックになりますよということですね。肩の動きを入れて、左肩をしっかり引いて振り抜くと、フェース面がこう上を向いてくるので、ね、スライス、フックしづらいですよと。でこの肩の動きを入れないで手を返すことをメインに考えると、少し左に曲がる球になるよということですね。こんな違いがありますということですね。
ではドライバーとアイアンの振り抜きの違いについてね、解説をしていきたいと思います。でドライバーで結構重要なポイントっていうのはこの頭の位置になります。振り抜いた時に頭がしっかり右側にあるという状態を作れるというのが非常に重要になります。この肩を後ろに引くのも重要なんですけれども、ドライバーの場合はティーアップしているので少しこう下から煽る感じ、上に向かって振ってもダフったりしないので大丈夫なので、頭がうまく右側に残せれば実はうまく振り抜いていけるんですね。ドライバーの場合はアドレスして頭がしっかり残るというのが重要です。でこの時に覚える方法としてはまずアドレスします。でこの骨盤の足、これ両足の前で真ん中に乗っている状態、ドライバーね、足のちょうど真上に腰がある状態からこのまま右足だけ靴1個分外に広げます。これをこうしちゃって靴広げちゃうともうめちゃくちゃ振りづらくなっちゃうんですけど、この状態で立ってて右足のこっち側だけ広げる、こういう状態を作ります。 OK、 そうすると振り上げやすくて、しかも右足が外にあるのでちょっと右足、膝の上に頭が乗った時に頭を右に結構強く残せますから、そうするとビハインドザボールで打てるよということですね。これがスタンス狭いままだとあんまり右が頭に動かせないし、こういうふうに広げた分だけ右に腰が動いちゃってると本当明治の大砲で右に残ってしまうので、このまま立ってて右足だけ1個分広げますと。これドライバーの重要なポイントで、おへその上に頭があるような感じで OK、 こんな感じで構えます。 OK ですか。こうじゃないということですね。腰がちょっと左にある状態になります。でこれで振っていく、で打ち終わった時に右膝の上に頭、右足の上に頭がある状態、ここに振り抜けるように、そうするとものすごくここは楽に振り抜いていけますから相当打ちやすくなりますね。こんな感じでのイメージで打ってください。これがドライバーで非常に重要なポイントになります。 OK ですか。アイアンに関しては今度はスタンスを広げすぎてしまうと頭が残りすぎてしまうので、スタンスは狭めにして骨盤よりちょっとだけ右足が出るぐらい、ほとんど腰が両足の真上に乗ってるぐらいで、膝をちょっと中に入れますと。膝をちょっと最初に中に入れておきます。そうすると打った時に膝が中に入ってくれるので、頭の位置を膝の上に置いている感じにしてもこっち側に行き過ぎないので、ちゃんとダウンブローというか上から当たってくれるよと。こうしちゃうと下からすくい上げる感じになっちゃうんでね、膝をちょっと中に入れといて、でここの振り抜きを意識して、この時肩の振り抜きですね、特にね、左肩がうまく振り抜けるように意識して振り抜いていく。アイアンはこのどうしてもクラブが短いので低い姿勢で振り抜かなきゃいけないんで、結構これが難しいんですよ。しかもこういうふうにドライバーみたいに振り抜いちゃってできないので、ここでの左肩の引いた状態、この位置が重要になりますので、アイアンの練習方法としてはこの位置をしっかり左肩が引けてる確認して、でここに向かって振り抜くと。でとにかくいろんな練習をして、ここで自分が振り抜きやすいのはこの位置だなっていうのが見つかるといいですね。でアイアンに関しては少し右手が伸びるように使っても、うまく打てたりしますので、それはそれぞれの感じでやってってもらえるといいなと思います。とにかくこの振り抜きのイメージ、ここに振り抜くんだってイメージを作って、そこに向かって振り抜いてくる、そこに向かって振り抜く、そこに向かって振り抜く、その時左肩が邪魔しないで引けるという素振りを繰り返し練習して振り抜きを作っていってもらいたい。そうするとこう振り抜けなくて突っかかってシャンクしちゃったりしまったりとかですね、体がこうずれてうまく当たらないということがなくなってきますので、ドライバーはスタンス広めにして右足広げて膝の上に頭が乗るように振り抜く、かなり振り抜けるようになりますよと。でアイアンはスタンスは狭め、膝はちょっと中に入れて、このフォローの時の左肩の動き、引きを意識して打っていく、ね、ここの意識をして
多少右手は伸びてもいいですよと。この振り抜きを意識して、まあ、右手をちょっと伸ばす感じの方が多分アイアンの場合は楽に振り抜けると思いますから、ね、でここに振り抜ければ気持ちよく抜けるというのが分かっちゃえば OK です。何が正解かっていうのは分かりづらいと思うんですけれども、何が正解かっていうと、とにかく気持ちよくここがなんか今まではなんか今までよりすげえ抜けていくじゃんって感じになります。あれ楽だ、突っかからないっていうのが分かります。それでもう丸です。それでそこそこ真ん中に行けばいいよということです。そこそこ真ん中に飛んでって、この振り抜きが気持ちよくなればすごく体がうまく動いているという状態になりますから、まあ、そこを目指してやっていってもらいたいと思います。とにかく左肩の位置を、ね、丁寧にこう探りながら自分の位置を見つけて、でそこに向かって素振りする打つっていうのを繰り返しやっていくという感じになります。でこれフォローを止める感じになるので、まあ、アイアンの普段の距離の6割ぐらいの飛距離でいいです、まあ、ドライバーで打ってもまあ5割とか6割ぐらいの飛距離飛べば十分ですから、そんなイメージで振り抜きを練習していってください。でそれが慣れてきたらもうあとはね、そうなんとなくイメージして、まあ、アドレスは気をつけられますから、そこだけ気をつけて思い切って振っていく、この繰り返しをしていくと、そうすると、かなり上手くなっていく。でこの振り抜きっていうのは本当にこうね、難しいんです。解剖学的になんか、ね、体の構造が分かってないとうまく説明してもらえないところで、なんとなくね、上手い人プロは勝手にできてるけど、みんなできて、普通の人はアマチュアの方はできてないというところで、でも誰も説明できないというエリアなので、まあ、ちょっと今回ね、うまく説明できたかというちょっと不安もありますけれども、まあね、これからどんどんとね、もうちょっと研究してもっと伝わりやすくなるようにねしていきますので、チャンネル登録してね、また今後の動画も見てもらえればと思います。でこんな感じで技術編はですね、 YouTube で解説しております。でスコアの出し方とかね、メンタル考え方、練習の仕方っていうのはですね、メールマガジンで配信しておりますので、そちらも見てもらえればと思います。登録方法はね、コメント欄か概要欄っていうところですね、押してもらうといいですね。あとここに、QR コードっていうのがあり、で今出してもらってますけれども、それをスマホで写真撮ってもらうとね見れますので、登録できるようになります。なんかリンクみたいなの出てくるんでね、それポチッと押してもらうとできますので、分かんなかったらとりあえずそれを写真でスマホのカメラで写真撮っておいてもらえれば、誰かに頼むとやってもらえると思いますので、レッスン会とかね、合宿、今度3月は奄美大島で合宿をやりますけれども、というのはですね、そちらのメールマガジンで配信しておりますので、そちらを見てもらえればと思います。もうすぐ7000人が読んでくれてるメールマガジンになりますので、1、2分で見えますので読んでみてください。それではうまく伝わりますようにということで、ブンブー。